マネースサプライ。マネースサプライとは、金融機関と中央政府を除いた国内の経済主体が保有する通貨の合計である。マネーストックともいい、これらをあやくした通貨供給量や通貨残高も使われる。金融機関の範囲、通貨の範囲は単純に決められず、マネースサプライの具体的な数字の算定には、口実のように様々な統計指標がある。 マネーサプライはマネタリーベースを信用創造によって金融機関が市中に供給することで増えるとされている。貨幣の供給量は民間、銀行、中央銀行の決定に関わる部分によってその代償が結馬。マネーサプライは物価と深い関係があり、通常は他の条件が変わらなければマネーサプライの伸びが高く、 低くなると物価の伸びも高まる、低くなる傾向にあると考えられている。このため、欧米の中央銀行では金融政策の中間目標としてマネースサプライの動向が注視されている。エコノミストの坂東俊介は、マーシャルの経営の上昇、経済の開放度合いの高まり、変動相場性への移行などを通じて、アセアン諸国において、 公開市場操作によるマネースサプライ管理の重要性がこうっている。先進国においては近年、1998年、政策目標、政策手段との間に中間目標を設定し、政策を運営する方法が一般化している。そうした目標の一つにマネースサプライが入っている。マネースサプライは数量変数であるため、 金利のような価格変数よりも貸し出し量、設備投資などとより密接な関係があるからというのが通説出る。ただし、マネースサプライ管理は一つの重要な指標ではあるが、マネースサプライの安定的な管理イコール経済の安定というわけではないと指摘している。経済学者の原田康氏、大和総研は、貨幣供給量を1%増加させると、 実質 GDP は0.18%増大すると指摘している。日本銀行はマネーサプライを金融政策の目標や金融調節の操作対象としていないが、マクロの金融情勢を表す代表的な指標の一つとして金融政策の判断材料に利用している。欧米主要中央銀行は1970年代にはマネーサプライを 金融政策運営上の中間目標に位置づけていたが、1980年代から1990年代にかけてマネーサプライを中間目標に位置づける政策、運営を止めようになった。通貨の管理政策はアメリカなどが早くから採用しており、市販機ごとの M2CD の伸びを増加目標値として公表、そしてそのターゲットの範囲内に伸びを抑え込む。 要通貨管理をしている。イギリスや EU など他の国ではインフレ目標政策を採用し、インフレ率をターゲットの範囲内に抑え込むように通貨管理をしている。市場金利連動型など定期預金や CD とは違った多種多様で仕組みが複雑な金融商品が登場したためマネーサプライ管理も難しくなっている。いずれも M1 にも M2 にも属さない。 新金融商品のため、新たな通貨種類別の分類が必要となってきた。それに伴い、M2CD だけで、マネースサプライを捉える意味がなくなってきた。特に、それら新金融商品にマネーシフトが起きたりすると、管理の目が行き届かなくなる。これに、現金通貨でも預金でもないクレジットカードが普及したため、一段とマネースサプライの捉え方が難しくなっている。 マネースサプライにおける通貨の範囲はいくつかの種類に分かれる。日本では日本銀行が M1、M2CD、M3CD、抗議流動性の4種類について統計を発表していたが、郵政民営化の影響から2008年5月より、マネースサプライ統計からマネーストック統計へ概念が変更された。それまで通貨保有主体であった証券会社、会社、 非居住者の除外、通貨発行主体と、各指標に含まれる、金融商品の範囲変更、有致銀行の保有現金や未払い利子相当額の控除、現金通貨残高、金融機関保有小切手、手形残高、預金からの控除分など、推計方法の変が実施されている。統計指標の定義を変更により、M1、M2、M3、 抗議流動性の4種類を発表している。これらのうち日銀は M3 を最も代表的な統計とみなしている。郵便貯金、簡易生命保険管理機構、郵便貯金や住宅金融支援機構といった独立行政法人、日本政策投資銀行、日本政策金融公庫等の一部政府系、金融機関は政府関係金融機関、中央政府となされ、 M1 の対象金融機関ではない。アメリカの米連邦準備銀行は以前、M1、M2、M3 の3つの統計を公開していたが、2005年11月10日に2006年3月23日分から、M3 の公表を中止すると発表した。したがって、2006年春より連邦準備銀行は、M1、M2 の2つの統計だけを公開している。M1 は、 一般に支払いのために使われる通貨からなり、現金と当座預金からなる。M2 は M1 に流動性の高い預金口座、普通預金及び少額の定期預金を足したものである。これらの預金は元本を損失することが全くか、ほとんどなしに M1 に交換できるものである。TheM2 メジャーイズソート 2B ヘルドプライマリリーバイ。 ハウスホルズ、ザサードアグリゲット、M3 イズノオロンガープブリッシュと、プライヤーツーディスディスクンティション、M3 ハードインクラダド M2 プラスサーテンアコウンツ、ザットアーヘルドバイエンタティスアザーザンインディビジュールズ、アンドアーイシュドバイバンクスワンドスリフトインスティテューションス、ツーオーグメント M2、タイプバランススインミーティングクレジットディマンズ、イットハードオルソインクラダドバランスス、インマネーマーケットミューチャルフンズヘルドバイ、 インスティチューショナルインベスターズ、ザグリガッツハブハドディファレントロルズ、インマネタリーポリシーアズザーリラアビリティアズガイズ、ハスチェインジェド、ザフォローイングディテールズザアプリンシパルコンナンツ、ウェンザフェデラルリザーブアンウンストイン2005、ザットゼイウッドシースパブリッシング M3、スタティスティックスインマーチ2006、ザエクスプランドザット M3 リドノットカンベイエニー、 アディシャナリンファーメーションアバウトエコノミックアクティビティ、今度ドツーエムニ、アンドザス、ハスノットプレード、エイロールインザマネタリーポリシープロセスフォーメニーイヤーズ、ゼアフォー、ザコスッツツーコレクトエムサンデータウトウェイドザベネフィッツ、ザデータプリバイデド、サムポラティションスハブスポークンアウトアゲンストザフェデラル、リザーブ、エス、ディシナントシースパブリッシングエムサンスタティスティックス、アンドハブルジドザユー、エス コングレスツーテイクステップスリクワイリングザフェデラルリザーブツーデュソーコングレスマンロンポールクレイモードザットサンイズザベストディスクリプションオブハウクイックリーザフェドイズクレティングニューマネークレジットコモンセンステルズアスザットエイガバメントセントラルバンククレティングニューマネーアウトオブシンエアディプリーシーツザバリューオブイチドルインサーキュレーション Some of the data used to calculate M3 are still collected and published on a regular b a s i s c u r r e n t alternate sources of M3 data are available from the private sector.As of 4 November 2009 The Federal Reserve reported that the U.S. ドルマネタリーベースイズ1兆9998億9700万ドル。This is an increase of 142% in 2 years.The Money Tar リーベースイズ Only One Component of Money Supply However, M2 The Broadest Major of Money Supply Has increased from approximately 7.41ドル .Trillion 2 8.36ドル .Trillion from November 2007-2 October 2009? The latest month, data available.This is a year increase in USM of a p r o x i m ト t y 12.9%。ユーロ圏の欧州中央銀行は、ユーロの通貨統計を以下のように定義している。現行のマネーストック統計については、イギリスの公式なマネーサプライ統計は2つある。M0 として、ワイドマネタリーベースもしくは、ナローマネーと呼ばれるものと、M4 として、 好意流動性、または単に、ネイサプライと呼ばれるものの二つである。t h e r e are several different definitions of money supply to, reflect the differing stores of money, due to the nature of bank deposits, especially time, districted savings account deposits, the M4 represents the most i r r e q u i d t major of money, M0 by contrast, イズザモオストリクイドメジャーオブザマネーサプライ。2012年12月20日、中国人民銀行の当局者は、長期的なインフレ圧力更新を防ぐため、数年内にマネーサプライの伸び率目標を引き下げるべきとの見解を示した。過去10年、2012年時点で M2 は急拡大し、 GDP に対する M2 の比率は2012年現在で180%となっており、多くの先進国に比べて高くなっている。2012年の M2 伸び率目標は14%としており、2011年の伸び率は14.7%、2011年の M2 伸び率目標は16%、2009年は26.5%であった。 2014年3月5日、利活教首相は政府活動報告の中で2014年の M に伸び率目標は13%と示した。同年3月7日、中国人民銀行のエキツナ副総裁は2014年のマネースサプライ M に伸び率の目標である13は適切との認識を示した。2014年4月15日、 中国人民銀行が発表した3月のマネーサプライ M2 のび率は前年比12.1%となり国家統計局のデータによると2001年5月以来の低水準となったインドのインド準備銀行はマネーサプライ統計を以下のように定義しているオーストラリアのオーストラリア準備銀行はマネーサプライ統計を以下のように定義している ニュージーランドのニュージーランド準備銀行はマネースサプライ統計を以下のように定義している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。